皆様こんばんは。リバーサイドカフェオーナーカルマです。本日は3月21日月曜日、時間はですね、21時半ちょっと前ぐらいですね。前回もお伝えしたんですけど、なかなかというか多忙すぎて、時間が取れないので、今日もねもう開き直ってプチ会を、させていただきたいと思ってですね、またお仕事中なんですけど、私のねホームグラウンドである河川敷に、やってまいりました。なんとなく川感は分かりますかね。まあ、暗いちょっと、画像なんでちょっと分かりにくいかなと思うんですけど、なんとなくこう川の流れがこの暗闇の中でこう水が流れてる感じって分かりますかね。ちょっと電気で照らしてみましょうか、ライトでね。どうですかね、分かりますかね。はい、偽りなく河川敷です。例によってねまた結構寒いっす。寒いんでね、早速、何ですかね、本日のお飲み物ですね、を飲みたいと思います。本日はこちらになりますね。はい、暗いね、ちょっと待ってくださいね。はい、あんまりねライトで明るくしちゃうと雰囲気がねちょっと弱くなっちゃうんであんまり好きじゃないんですけど、これだったら見やすいかなと思うんですね。はい、こちらになります。これはですねちょっと見にくいですね、ビアードパパの飲むシュークリームですね。帰りにコンビニ寄ったらあったんで買ってみました。あのビアードパパはのシュークリームはちょいちょいね、買って以前から食べてて、まあ好きなシュークリームスイーツの一つなんですけど、まあそれの飲み物ということでね、これを飲んでみます。若干ねなんか、こういったやこう言ってはあれですけど地雷感は否めないんですけど、どうですかね。ストローでよくかき混ぜてくださいって書いてあるね。振ればいいんじゃないかな。あー寒い、早く帰りたい。はい、また逆です。まあいいですね、いただきます。なんと言ってはいいんだろうな。まあ味は確実にまあシュークリームであることは間違いないんですが、まあどうすかね、私はやっぱり食べ物として食べた方が好きかもしれないですね。よほどのシュークリーム好きな方にはおすすめできるかもしれないんで、一度は飲んでみたらいいんじゃないかなと思います。ということで、もうほんと寒いんで、音源のねご紹介をさせていただきます。まあ、プチ会なんでねナンバリングは特にありません。今夜の音源はこちらになります。はい、こちらはね、8センチシングルですね、ラクリマクリスティの南国になります。リリースは97年ですかね。まあそれはそれは古い、作品になりますね。これプラスチックケースはこれちゃんとオフィシャルのというかオリジナルのものですね。ルナシーのビリーブかな、ビリーブも確かなんかこういうちゃんとプリントされた、ジャケットだったかなと記憶してるんですけど、本日はねこちらの、ご紹介になります。うわ声が震えますね、寒くて。すいません、ちょっと暗くなってしまいましたが、なんでしょうね、当時もう今ね8センチ CD ってないと思うんですけど、当時やっぱりシングルといえばこの8センチ CD が主流で、まあ私なんかはね8センチといえばメインよりねカップリングが楽しみでしょうがなかった、タイプの人間で、まあいろいろね、
ビジュアル界隈で、後世に残るようなね、カップリングウィズですね、要は B 面の名曲っていうのが数知れずね、生み落とされてきたわけなんですけど、まあなんでしょう、以前ご紹介させていただいた中で言えば、まあ、ラルク・アンシエルの夏の憂鬱に入ってるあなたのためにね、あとは同じくラルクのウィンターフォールねに入ってるメトロポリス、あと何ですかね、まあ、ルアージュだと、まあ、月の素顔のやつですね、蜃気楼ですね、これももうめちゃくちゃ最強の、最強クラスのカップリングの曲ですけど、あと何ですかね、まあ、個人的に言えばルナシーの、まあ、ビリーブのカップリングですね、クラストロフォビア、それからちょっとマニアックなところで言えば杉蔵さんのソロね、ファーストシングルかな、ルシファーのビューティーね、これも大好きです。であと個人的に外せないのがかなりまあ黎明期かなと思うんですけど、爆竹の悪の花ね、このアンダーザムーンライトもかなり好きだったりするんですけど、今回ねこのラクリマの南国ね、このカップリングのモーニングウィスパーっていう曲がもう超絶好きで、まあ、個人的にはね、知る限りの中でまあ最高のねアコースティックバラードかなと、ぐらいのいい曲なんで、まあね、まあ大体皆さん曲自体はご存知かなと思うんですけど、これもねまだ聴いてない方にはぜひね一度聴いていただきたい、本当にいい曲ですから、おすすめしたいなと思ってます。でやっぱりこれ聴くと、まあラクリマはねやっぱり懐も広いですし、間口もものすごく広くて、まあ引き出しも多いしね、まあ一曲一曲本当に楽しめる数少ないバンドのうちの一つかなっていうのを、本当にこのカップリングを聴いただけでもまあ痛感させられるかなっていう次第ですね。まあベタ褒めですけど、まあ本当はねラクリマっていうのはどうかな、まあ間違いなく好きなね、国産バンドの中の上位かなっていう一つですよね、うん、はい、まあねこれぐらいにしときます。まあ本当寒いのと、あと前なんかの動画でお伝えしたかなと思うんですけど、私結構重度の花粉症で、今季もすごいんですよ花粉がね。でそれにまあやられちゃってる次第なんですけどね、明日はオフ日なんですけど、まあいろいろあって、もちろん、節目の60回はちょっと撮影に行けないんで、これから帰ってね一杯やって、子供と遊んで、お風呂に入ってね寝たいなと思います。今夜は以上です。またお会いしましょう。さよなら。おやすみなさい。